阪急5100系電車。阪急5100系電車は、阪急5100系電車は、1971年、昭和46年から製造された、阪急電鉄、以下、阪急の通勤系電車である。本項目では解説の便宜上、梅田方型先頭闘車、回、フォーメーションイコール編成の略を、編成名として、記述、例、 5128以下8両編成イコール5128回、5102以下6両編成イコール5102回する。中間に組み込まれている戦闘車は基本的に考慮しない。また、本校では、野瀬電鉄に譲渡された野瀬電鉄5100系電車についても記述する。神戸専用の河川電圧 1500V 専用車、5000系。 5000系の試作冷房搭載車5200系に続く本格的冷房搭載車として製造された形式。冷房車を各線均等に配置するために、それまで神戸線、宝塚線、新宝線系統の車両と京都線系統の車両とで異なっていた機器類の規格が極力統一され、全線での運行に配慮した設計となっている。1979年までに90両が、 製造された。形式は当初6000系となる予定であった。しかし、京都線で運用する計画が明らかになった際に、大阪市交通局60系の6000番台との番号の競合を京都線の運転担当部署が問題視したため、急遽5000番台で空き番の5100系が不番された。後に5100系は新報線に集められ、 京都線には5300系が投入されている。従来、X100 系は最高速度が低かった宝塚線用の低速使用者が付されていた形式であったが、この形式は上記の経緯から意味が異なっている。ただし、後日の経緯により、現在本形式は宝塚線を中心に使用されている。基本的な車体構造は2000系以来のものを引き継いでいる。 屋根高さが5200系と比較して 50mm 低くなり、レール面上 3630mm となった。これに対し屋根型の高さは 55mm 上げられ、車体中央部が若干突き出ていた5200系と比較して平たい屋根形状となっている。冷房装置は5200系と同一の集約分散式、形式、プー2202系で、 冷却能力は1機あたり8000カロリー、H1 両に4機を搭載する。制御機器には5000系5040で使用された IC 機器が本格採用されており、メンテナンスフリーが図られている。床下機器の配置は、新方専用車両では、京都専用と空気関連機器と電気関連機器の偽装位置逆で、新方線が梅田駅基準で電気機器東側、 京都線が電気機器西側であったが5100系以降の新方専用車両はすべて京都線車両と同じく電気機器が西側に偽装されることになった。主電動機の出力は 140kW で重量編成で 6M4T と電動車比率が高くなることを考慮し5000系5200系の 170kW よりも低くされている。 使用線区で最高速度が異なるため、定格速度も5 0 0 0系、5 2 0 0系の時速 63km に、対し5 1 0 0系では時速 42km と低めに設定されている。一方で弱め開示制御を24%までの広範囲で行い、歯車比も神戸線の従来車と同じ比率にして、高速域での性能を確保し、全線での使用を可能とした。 それでも神戸本線においては、4M4T での8両編成では、運用が困難であり、6M2T で使用された1本を除いては、8両編成で使用されたことはない。また、宝塚線でも近年の動線の最高速度の向上により、従来の 4M4T の8両編成では、性能的に厳しくなっており、6M2T の8両編成を組んでいるか、電動機に通電させる。 電流量、電流値の増強がやれ、高速域での走行性能もしくは軌道加速度の向上を図っている。パンタグラフは半球発の下枠交差式である。1973年以降に製造された5132から5138.51465148は、保安性の向上のため、1両あたり1機搭載から2機搭載に変更された。 先頭部の連結機は自動連結機を装備する車両が多いが中間に入る先頭車には当初より密着式連結機を装備していたただし6000系以降が採用した連結機とは異なる仕様であった従来の半球電鉄ではモーター付き車両電動車とモーターなし車両付随車を交互に連結して編成を組成するのが基本であったが本形式は 編成両端に電動車を配し、中に付随車を挟み込んだ編成を基本としている。5100系では、先頭車はすべて電動車、中間車はすべて付随車とされたため、製造形式は2形式のみと極端に少なくなっている。当初、4両編成で投入された車両は、先頭車の車両番号か2桁か00、3両編成で投入された車両は、同20。 二両編成で投入された車両は、同40マイナスと区分されていた、よって、製造順イコール番号順ではないが、5132回以降そのルールは、崩れている。これらの組み合わせで6から8両編成が組まれているが、複雑な編成外によって、現在はそれ以前に製造された車両でもルール、当てはまらない車両が存在している。特に、三両編成は、すべて二両。 内視四両編成に蘇生変更され減損しない。各編成は当初以下の線区に配属された。1977年以降の増備車は増結用付随者のみである。MG のない奇数千5687、5689、5691は結番のままとなった。1986年より種別、行き先表示器が設置された。 上部の標識塔2塔は撤去され、僧侶に種別塔と尾塔が別々に、計4塔を新設された。この工事は5146回より始まり1993年の5132回をもって終了したが、この時点で編成中間に組まれていた戦闘車の大半は、現在も未改造のままで、他に戦闘車としての使用に必要な機器も揃っておらず、 中間車前として使われている。中間戦闘車の連結機は6000系と同一のものに変更された。1991年より5100系奇数車の MG が倍の容量、69馬1 2 9馬に増強されるのに伴って、付随車5650系の偶数車に設置されていた MG は順次取り外され、2005年をもって番号による性能差はなくなった。 2000年から更新工事が始まり、工事を受けた車両の車内には、情報伝達性を向上させるために、角度は横に LED 式電光表示器が自撮り配置で1両に3箇所設置されている。2001年に5000系のリニューアル工事が開始されると、組み込まれていた2000系、2071系の、代替として5100系の以下17両が、 中間付随者として5000系に編入された。制御電動車の5130も改造対象となり、電装解除、中間車形態化改造、5000系編入され、5000階に蘇生された。2004年より内装を中心としたリニューアル工事が実施され、2004年3月に5146階が、2005年9月には5128階が、施行を受けている。 ドアを窓を下方に拡大、ドア部とつまめんの化粧板を焦げ茶色のものに、クーラーが行きせを、鉄製から FRP 製に、標識灯を白色の HID 灯に交換、荷棚とコンプレッサーを交換、扉開閉予告灯と,とチャイムを設置、車内の検査票廃止といった内容の追加がなされ、保守性の向上とバリアフリー対策が徹底された。また、 同時に床材が着席マナーの遵守を促す意味で中央部にタイル状の模様が入るものとなっている。2005年には4両に対し伝送解除と運転台撤去が行われた。2月に5144.5111の2両が運転台撤去を受けて5794.5761となっている。原番号プラス650で これらの車両番号は5700番台を持つが、正式な区分ではない。9月に、蒸気リニューアル工事と同時に施行された5128回以内の5120.5129の2両は5770.5779に、改版されるとともに、運転台撤去跡が完全な中間車形態に、改造されている。5112は、5000系リニューアルによる、車両教室。 組み替えで2006年3月から旧車になった後、2007年9月、7300系7320回の大規模リニューアルを、前にモックアップとして、運転台を改造。後の1000系、1300系の礎へともなった。2014年1月に廃車。京都線には7両編成2本、5100回5104回、5両、編成1本が配置された。 7両編成2本は、休行や、冷房改造中の特急車2800系に代わって、特急にも使用され、5両編成1本は普通に、使用された、この当時京都線唯一の普通での冷房車であった、57連化された。2800系の冷房改造が進むと、京都線の冷房車が、他の2000より多くなり、バランスの関係から翌年夏前には、 神戸線から転入の比例棒2000系と入れ替えられ、神戸線と宝塚線に転出して、京都線での運用を終了した。車体側の標識板掛けが新方線、使用、車体側が袋状となっていたため、車両側にアダプタを取り付けて対応された。これは、後の2000系の京都線運用や、方式統一直前に京都線使用で落成した5300系も適用された。 神戸線には、まず6両編成2本が配置され、その後京都線より5104回と5144回が転入し、5140回は8両編成化の上で、連結解放運用への重当が開始された。また、宝塚線所属の5100系を8両編成化する、際の編成前で5128回が分割され、 5128回と5130回の2本となり、さらに5132回が7両編成で製造された結果、1974年には神戸線所属の5100系は6編成となり、特急から普通まで全ての種別で使用されていた。しかし、1976年には5128回に心臓の5650系2両を組み込み、 宝塚線へ転出し、1978年には5132回にも5650、計1両を組み込んで8両編成化の上、宝塚線に転出したが、この編成は翌年には神戸線に戻り、5682から5671の2両を外した6両編成として使用された。1982年には、 後日の宝塚線での重量編成運転のために5140回と5144回が宝塚線に転出。さらに1988年には重量編成運転増発のために5104回と5130回が転出して、神戸線所属の5100系は5132回の一本のみとなったが、これも1989年に もともとこの編成の一員であった5682.5671を組み込んで、宝塚線に転出し、全車宝塚線に集結した。5100系が西宮車庫に戻ってきたのは1997年で、宝塚線の編成変更によって、余剰となった5118階が今津、北線に転入し、線内の普通運用のほか、梅田初今津線経由。 宝塚駅準急とその送り込み西宮北口発、梅田駅急行に充当される時には、久々に神戸線での運用が見られた。2000年には5140回に交代したが、2002年には5000系のリニューアルによる5650系の、年出に伴い宝塚線に転した。2007年には5102回が今ず、北線に転入した。伊丹線の予備も兼ねて、 宝塚側の5118回4両編成、5118567656555113で、伊丹線運用に入ることもある。宝塚線には、5102回が7両編成で投入され、さらに5106回、5108回が8両編成で製造された。1972年には、京都線から5100階が転入し、 1973年には5136回が、翌年には5146回が製造され、この時点で5100.51025106.51085136.5146の6編成が所属していた。1976年に、神戸線より5128回が転入し、 さらに1982年からは朝ラ主事に重量編成運転開始のために、神戸線より5140回5144回が転入して編成外を行い、重量編成3本が登場した。1988年には5104回と5130回が転入して重量編成が5本まで増加し、1989年に5132回が 転入したことで、全車宝塚線に集結した。その後、重量編成運用は、順次七0系などに置き換わり、二千一年一月に消滅したが、余剰となった車両のうち六両編成一本が今ず、北線に転出した。また二千年より始まった五0系のリフレッシュ工事に、際し五0系編成中に組み込まれている、老朽化した二0系列付随車に代わって、 5650系不随者が5000系に編入されている。未納線専属の3000.3100系が廃車改装されたのに際し、宝塚線の8両編成のうち5132回が分割され、2016年7月下旬より4両編成で未納線内の折り返し運用に入っている。2016年8月現在、 八両編成四本三十二両が平井車庫に配置されて宝塚線で四両編成二本八両が美濃線で六両編成一本六両が西宮車庫に配置されています北線で運用されており阪急線では計四十六両が使用されている。工術の野瀬電鉄上都車は四両編成五本二両編成二本の計二十四両が 乗せ電鉄平野車庫に配置されている。17両が5000系5580.5570型に転出し、2014年に余剰で旧車となっていた5112、戦術5103.5119の3両が廃車されたため、形式内の総数は70両に減少している。2016年8月現在の編成。矢印は中間に組み込まれる先頭車の運転台。 簡易中間化改造車は、撤去後の方向で、は、埋め高田方、は、宝塚方を示している。太字は、パンタグラフ2期搭載車。リニューアル済み編成には、LED 式車内案内表示器が、設置済みで、かつ埋め高田方から1.35.8両目に、車椅子スペースが設置されている。2014年より、一部の車両が、 老朽化が進んだ1500系及び1700系の一部を置き換えるために野瀬電鉄へ譲渡され、2015年3月16日より営業運転が開始された。譲渡者は阪神車両メンテナンスで改造が行われることとなり、2014年7月13日には野瀬電鉄へ譲渡された5136回が改造入場のために篠宮北口から 新海地駅経由で、阪神電気鉄道の天ヶ崎駅へ改装された。4両編成の5136回5138回として出場し、2015年1月12日未明に、西宮車庫まで改装された。2015年8月23日には5146回が、阪神天ヶ崎駅へ改装され、2016年に営業運転を開始した。 上都にあたり、以下の内容で、転用改造が施された。その他、五千百三十六回五千百三十八回五千百四十六回五千百四十八回は、車内に LED 式案内表示機が設置されているが、これは、阪急時代に施行されている。ただし、正面、側面行き先表示が、幕式の五千百八回五千百四十二回五千百二十四回には、 お消されていない。4両編成2両編成。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。